セブンティーン。私たちは東京都千代田区に来ています。本日は内閣府にお勤めの方に国のお仕事について教えていただきに来ました。それでは行きましょう。内閣府の役割を教えていただけますか？はい、内閣府は日本の行政機関の一つです。その中で、総務省ですとか経済産業省ですとか国土交通省ですとか、いろんな省庁があると思いますが、内閣総理大臣が担うことがふさわしいと言われるような領域について、担当している、そういう、機関です。土屋さんのお仕事内容を教えていただけますか？はい、私は内閣府の中で科学技術イノベーション、これの政策を担当する部局におります。ここでは科学技術やイノベーションの基本的な計画、国としての政策の計画を考える部局です。その中でソサイティ・ゴールドという言葉であるとか、その実際の現実の世界をどうやってテクノロジーで便利にしていくのかという、スマートシティというこういう政策であるとか、あとはその地方地域での生活を便利にしていくための技術の活用の仕方、こういったことを検討しています。学校の授業を通して言葉を耳をするのですが、難しい印象が多いです。私たちはインタビューを通して社会に役に立つ情報を発信しているのですが、私たちが役に立てることは何かございますか？そうですね、本当に言葉が難しいので皆さん聞いてもピンとこない、そういう反応がすごく多いです。なので、話を聞いていただいて、自分たちがじゃあその世界、そのソサイエティ 5.0 の世界に自分たちの身を置いたとしたら果たしてどうなんだろうかみたいなことを考えて、思ったことを発信していただければありがたいです。未来に向けて私たち次第の力が必要になってくると思います。私たち次第に向けて何かメッセージはございますか？はい、私たちがやっていることは国の政策ですとか国そのものがどういう方向になっていったらいいかというのを考えています。で皆さんももちろん、この国の一員の一人一人ですと、皆さんが暮らしていくこの国がどうなっていくと自分たちにとっていいのかということをぜひ考えて、自分たちが住みよい世界にしていっていただけたらと思います。それでは難しいと言われているその政策ソサイティ 5.0 について皆さんにご説明をしたいと思います。ソサイティ 5.0 分かりづらい、何かどんなものなのかというのをちょっと解説していきたいと思います。サイバー空間とフィジカル、現実の空間を高度に融合されたシステムによって経済発展と社会的課題の解決を目指す人間中心の社会ということで、はい、とても分かりづらいですね。 4.0 と 5.0 の違い、ここが非常に分かりづらいので解説をして、今までの 4.0 も、いわゆるネット上に、情報が載っていて、そこにアクセスしていることができていました。この5.0、本当に来るのかと言われると必ず来ます。日本はこれまで人口が減ってきたりですとか、過疎化の問題ですとか、あとは高齢化の問題ですとか、そういう世界の中でも先進的な課題っていうのに直面しているので、きっとこの5.0によって得られるメリットが大きいです。こういったことをいち早く得ていきたい、そういうことを考えています。つまり人間だけが特別な生みたいな、そういうことが順番してる気がする。ずっと同じように車の人も空き時間に運転がなくなるから車乗りながら勉強できると。学生向けの車ができたり、車が人とのつながりがなくなっちゃうのかな。人間同士のつながりがなくなって、地方とか田舎だと余計に助け合いみたいなものが、地
自然にあって、それが温かみがあって良かったんですけど、そういうのも機械に変わっちゃうと、ちょっと、そこは言えないのかなっていう話もありました。私は、そういうのが必要ないので、さっき5分でも言ってたんですけど、そういう世界になったとしても、実際人間としては、やることがなってしまったり、現状になったりとかなってしまうので、結局、今回私たちが気づいたことはこちらです。私たちの気づきに対するコメントなどよろしくお願いします。これまでの皆さんのインタビューというのは民間の皆さんの取り組みのところにインタビューに行ってましたので、国の取り組みということをインタビューできたというのはとても新鮮だったのではないでしょうか。地域なんとかっていう言葉というのは似たような言葉がたくさんあると思うんです。整理していきたいと思います。今回のインタビューは国の政策ということで、地域づくり、自主的施策についてフォーカスを当てたインタビュー内容だったと思います。3つの言葉の整理からも分かる通り、国の政策と民間の動きっていうものがうまく連携を図っていくことが大切だということに、皆さん今日の土屋さんの話とかも通して気づいたと思います。このようなことを考えると、国や地方自治体は民間の皆さんの普段の生活とか今困っていることに対して目を向けるということが大変大切になってくると思いますし、私たち民間の皆さんはこういう自分たちがやりたいということを形にしてくれる良きリーダーを選んでいく、そういうことが大切になっていくということに気づいたと思うんですね。今日のことをきっかけに、国の動きということがどういうふうに動いているのかということに関心を持つということも大事なのではないでしょうか。社会とは仲間と描く思いやり。今日は新しい未来が見えたね。私たちはこれからも社会に役立つ情報をお届けします。チャンネル登録、高評価、じゃあ、お疲れ様です。